村です。コスコ。はい、ということで今日はバッティングセンター。バッティングセンターで、今日はね、お前にちょっと修行してもらおうかなと思って。修行マンって言い方おかしい。風強っ。まだ前髪変なんだ。もう打ってほしい、ほんまに。はい、今回の企画でございます。バッティングセンターで8キロの重りを両腕につけてホームラン打てるまで帰れません。バチコイ。はい、どう。マジ修行やった。8キロってなかなか重いからね。どんぐらいの重さなんかな。亀10個分。亀他ない。カメ持ったことないカメ。だいたい重さで言うたら26インチの液晶テレビがそんぐらいらしい。26ってどれぐらい大きさかあんま分からんけど、まあでも液晶テレビを持ちながらホームラン打つわけやから、なかなかきついと思う。まあ終わったら連絡して。あ、ええー、お前ちゃんと見守れよ。すぐ迎えに来るから。無理、すぐ混んでいいから、ちゃんとずっと俺。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ素人がやつけてどうなるか。お前なんか肩とか抜けそうやわ。の100キロで行きます。うん、これで。あ絶対無理。マジで振って。絶対無理。無理。頼むでお前。ほんま無理や。いや、これやばいわ。だいぶしんどい。ほら。あ、そうか、重かったから。はい。はい、オッケー。なんかお前ちょっとさまなってるわ、俺の時より。ここらへんすか。かっこええ。なんでやねんお前。なんで上がんねん。筋力やばすぎやろ。まあ俺重いのは外して軽なって上がってんねん。俺逆らってんの。お前なんでお前それつけて上がんねん。オッケー。どう思った感じっていうか。ちょっと待って、ゆっくり。バット、どれも変わらんの。そうやな。それはさっきの俺でも思った。やろ。うん、とりあえずこれでいくわ。オッケー。スピードは125。ね、ちなみにあそこの丸い的やね。じゃ若干その引っ張る方向じゃない、流し打ちなんねんけど。30巻ぐらいな。逆にいいんちゃ う振り遅れるやん多分。うん、行こう。もうさっさと決めよう。何回やりたいし。うおあ、でも当てる。すごいわ。うわお、いけんじゃん。やるなお前。ほんまアホみたいわお前。なんかあー、いやでもやばい。当たって振れるのはええけど、うん、一番しんどいここ。あーここよ。ここから振るときはさ、意外と重さでダルンって振れるけど。あー、なるほどね。こう落ちてくるっていうか、ヘッドゴトするけど。結構いきなりもう疲れちゃってるからな。やばいよこれ。これ行こうか。でもええねどうしようこれ。スピード迷おうわ。100キロでやってみる。そう、ちょっと落とした方がいい気する。じゃあアジャストするかもしれない、うまいこと。オッケー。うわあ、あ、惜しい。うわあ、なるほどな。それしんどいな。今日2ゲーム終わりました。多分な、4発ぐらい惜しかった。めっちゃ惜しかった。意外と100キロがいいかもしれない。ちょうどいいな。前の2打席連続みたいな長い試合はできる。ああ、なるほどね。頼む。もう俺はあとは祈るだけや。ほな、3ゲーム目。まだいける。まだいける。お前すごいな、マジパワー。最悪シュート。おお、サイヤ人よお前。早すぎやろ回復。サイヤ人か人中力の2択やで。オーケー、やっぱり惜しい。うわー、頼む。わー、惜しい。やばいなこれマジで。おい、戦いマジで来てるやん。全然くれ。オッケー、ちょっと休憩したけど、今7ゲーム目です。だいぶマシ、ほんまにいける。まあ、誰でいくか。はい、まあ、普通に振っとるから。
時間やばい。おもりホームラン達成です。おめでとういった。